最強ビール、最強つまみ、やってくぜ。ちょっと片付けまーす。どうしようか。もういいか。今日は、シンプルに行こうかなと。シンプルに。一番搾り、生、瓶ビール。やっぱこれっしょ。で、多分、今日は飲まないかもしれない、琥珀恵比寿プレミアムアンバー。うん。まあ、こちら、これ紹介すると飲んじゃうんで、やめましょう。で、今日は食べない、九州産ごま高菜。九州産でーす。やったぜ。やったぜ、おい。それと、まあ、今日の朝使った残りですね。ごま高菜中国産と、ザーサイに、細切りメンマ、穂先メンマ。こちら、つまみ。まあ、つまみ、居酒屋的ひらくるですね。まあ、まずはこれでいこうか、一杯。まずはこれで一杯いきましょう。まあいいか。じゃあ、続きます。栓抜き。よし。では。いただきます。うまいな。うまいけど、これマジでうまい。こっちの方がうまい。札幌ビール、銀座ライオン、ビアホール、スペシャル、生。これうまいわ。こっちやっぱうまいわ。ビアホールの味、本当に、マジでする。なんかこの一番搾りの生を、まあ、居酒屋で飲んだりするんですけど、一番搾りの生居酒屋で飲んだ時の味がこっちに似てる。うん。瓶ビール、この瓶ビールの一番搾りよりも似てる可能性がある。つまみを食べないと先に進まないので、つまみを食べます。今日は動画早いと思います。もう出来合いのものを食べるだけなので、ごま高菜食べましょう、ごま高菜。このままいただきます。まで、ザーサイ。うん。穂先メンマ。
うん、はい、ああ、ということで前菜は以上、冷蔵庫に直します。閉じる。イベリコ豚重を食べていきます。今日はこの2、うん、これですね。これで終わりです。はい。うん。まあ、エビス、紅白エビス飲むまでもないかな。とりあえず。こうですね。いただきます。うん。豚がうめえ。8分動画になってしまった。でもまあこれ以上はないんで、うん、そうですね、今回の動画はここまでということで、またあの最強ビール最強つまみやりたいと思います。はい、あ、最強ビール最強つまみって言いながら、まあ1日1回は飯を食べるので、まあ動画が撮れると、まあ、それだけのことなんですよね。だからもうミンゴルやらないでずっと最強ビール最強つまみやってる状態なんですけど、まあこの後動画を出したいなと思います。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。